現代、佐々木麟太郎、U18 代表辞退ではなく落選だった。最も注目度の高い佐々木は、22日に発表される U18 日本代表を辞退したとも言われるが、麟太郎は辞退ではなく戦外ですよ、とアマチュア野球担当記者、高野連は今回の大会中に2度、メンバーの選考会議を行っています。最終的にメンバー20人を選んだのは3回戦終了後だったらしい。それ以前には生木東サイドから背中を痛めているし、腰にも不安を抱えているという情報が湧いたようですけど、そもそも選考委員たちの間から彼を代表に選出すべきという声は出なかったと聞きました。忘れない上に守れない。それでも長打を期待できるならまだしも、内角速球が打てない、スイングが窮屈という見方が台湾だったのです。体調不良が原因で日本代表を辞退したかのように言われているが、実際は違う。代表候補だったのは事実でも、要するに選考から漏れただけなのだ。佐々木下げの記事全部現代で草。現代に踊らされる南自民。375ってバカにされる理由はなぜなのか。期待されてるのは長打力やからな。間口ならいかにもわずしそうだよな。ユダも黒木も落選した模様。ショートどんだけ怨念。メンツ見たらほぼ進学や資本まつまらん。U18 は基本複数ポジション守れるやつを選ぶ傾向が強い。ファーストしか守れない選手は使えないわ。高校生相手にこんな嫌がらせみたいな記事書いたらんでええやん。確かにな、プロならこのくらいなんてことないけど高校生だからむしろこれからなのにな。かといってそれ以外に佐々木真鍋以上がおるんけ。調子含めた現時点での話ならおるとしか。アマ選手に対する記事なんやしもうちょいなんとかならんのか。現代にそんな賄賂あるわけないだろ。明らかに怪我の影響で触れてない。愛知遠征の動画見てみろ、スイングえげつないで。スタンスをもっとオープンにした方がええんちゃうか。スイングが窮屈な原因それやろ。打ち方や守備は鍛えればなんとかなるけど飛ばす力だけはどれだけ教えても身につかないからね。あんだけ動けなくて怪我も多いとプロの練習についていけるのか疑問や、おかわり筆頭にセーブのデブは動けるデブやし。佐々木そんな悪いかねえ、スイング柔らかいしワイは活躍すると思うけどな、デブってワードと代表入りなしで不当に叩かれすぎな気する。看板倒れだとは思うが、短期決戦でホームラン打てなかったからってボロクソ言われすぎちゃう。背中痛めてたらまともにスイングできんわな、それとドラフトは別やろ。結局プロか進学かどうするんや、Y としてはプロの方がええと思うけど。言うてドラフト1位では消えるやろ、2球団競合くらいだとは思うけど。怪我感知してないなら選ばないで正解だろ、真鍋は選んでもいいと思うけど。佐々木は絶不調だからまだしも真鍋ユダあたり選んでないのはどうなん、特にユダ。国際試合なんか複数ポジ守れて当たり前なんだから置いとく理由がないだろ。ドラフト候補みたいな奴らの軒並み最後の夏の大会で不調になってるのくさ。意外と監督の権力強いんやな、高野連とかがほとんど決めてるもんやと思ってたわ。そら秋季大会犠牲にしてやるんやから。ぶっちゃけ責任の所在曖昧にしてるだけで監督の意向ちゃんと加味されてると思うけどな、西谷の時とか明らかにメンバーいいし。この大会って大谷藤浪森がいても勝てなかったんだよな。日本は日程が詰まりすぎてるからな、高校生たちはまあきついと思うわ。西谷有能やな、町田みたいにプロ野球の監督やってみないか。すまん、これ全敗あるか。スペイン以外普通に強くね。なんなら一番近いスペインとの試合が4対2での新勝だから余裕な相手なんていないぞ。スペインもキューバ系出てくるからな、数年前も負けかけたし弱くない。この実績差で韓国と同じランクはひいき目に見すぎ。まあ今まで U18 は日程が甲子園と丸かぶりしててずっと選手を派遣してなかったから多少はね、